日本人の覚醒が世界を変える古神道神官天津八坂塾,塾塾長の神様の本当のことのお話シリーズです今日はですね大国主の御事について、えー、解説をしたいと思います大国主の御事、えー、御事と言っていますが正式にはですね大国主の神と書かれていますね えー、なのでここの末尾が神となっているということは非常にね位の高い神様だということなんです。えー、神様の概念に天つかみという概念と国つかみという概念があります。えー、天国つかみの代表格が、えー、天照大神なんですけれども、えー、国つかみの代表格がこの大国主の神ということなんです。 えー、大国主というとね、えー、非常に重要なのが国譲りということで、えー、まあそのね天達、えー、様の、えー、使者からね、えー、その足からの中津国これは地上の王国というふうに考えていいんですけれどもそこを統治していた当事者である大国主の神が、えー、この土地をね明け渡すということを行うという、えー、エピソードが有名ですね。 まあいいろろ細かいことを言うといろいろあるんですが、えー、そこはねもうえご存知の方は多いと思いますので割愛しますがその時にえ土地を明け渡すけれども条件として私がここを統治していたということの証しのために巨大な立派な神殿を建ててくださいということをお願いするんですね。 そしてその巨大な神殿というのが出雲大社の原型になったというふうに言われていますなので出雲大社の主祭神はこの大国主という神様が主祭神であるというふうに現代も語り継がれています。でこの大国主なんですが これを私の解釈では大国主の御事もしくは大国主の神というのはこれは役職名なんですねいわゆる大王様ということです、えー、まあ殿様ということだね、えー、出雲地方の王国を束ねている王様だということなんですもともとの要名は大名の御事と言います大名のだねこのね 木というムチという字がつくのが非常に重要なんですね、えー、前にも話をしたようにムチ、えー、というのはねオオヒルメのムチ、えー、これですねアマテラスオオミカミの別名が大オヒのムチということでねこの、えー、木という字が入ってるということなんだね えー、ということはこのね「貴品の貴という文字が入ってるのは三中しかいないんですよ。大、え、広、ー、めの鞭ムチ要は、えー、天津神の中での、えー、代表格が、えー、天照大神である大広めの鞭ムチそして、えー、国津神の代表格である大名鞭ムチというのが大、えー、国主の御こですね、えー、が代表格であるということなんです。 じゃあ、三中というとあと誰なんだということについてはまたね、えー、何日か後、えー、あとあと、えー、予定ではね3日後に、えー、このね、えー、三中目の無知は誰なのかということについてお話をしたいと思います。 とということでね大国主のみことについて、ね、解説をするとね実はたくさんたくさんエピソードがありすぎてままあもう5分くららいでは全然収まらないんだよねなので今日のところはねこの大国主というのは、まあ、国づかみであるんだけれども非常にね重要な神様であるということを覚えておいていただければと思います。 えー、私の中でね、えー、重要な神様を八中選んだということがあるんですがこの八中の中にこの「大国主の御事は、えー、含まれています。なのでぜひ、ね、皆さん 神様の名前でね重要な神様は一体誰なのかといったときに大国の主のみ事についてはぜひ名前をね覚えておくようにしてもらいたいと思います。ということでえ今日もね良かったと思う人は高評価ボタンえまだチャンネル登録をしてない人はえチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 明日は、大国主の御事と、えー、非常に重要な関係、その次にエピソードとして関係する二人の御事についてお話をしたいと思います。じゃあ、明日も見てねバイバイ